こんにちは、ビハイヤー株式会社の松村です。今回無料会のニュースをお伝えしてまいります。デイリーモーションがゲーム用ストリーミング配信サイトデイリーモーションゲームス公開、e スポーツに特化、スマホやゲーム機から視聴も可能ということで、こちらですね、デイリーモーションという動画のサイトがあるんですけれども、そちらにですね、新しくデイリーモーションゲームスというところでですね、ゲームの、実況といいますか、そういったゲーム配信にですね、特化したサイトができました。海外でもですね、こういった、ゲームのですね、配信というのは非常に注目されております。こちらですね、iOS、Android などのスマホ、あるいはタブレット、さらにはですね、PS4 からも見ることができます。中にはですね、広告表示というものもあったりして、それによって配信する人もですね、利益を得たりできます。今後ですね、ちょっとそういった、動画というところがですね、ゲームの配信というところが、どれだけですね、市場として、広まっていくのかというところは、まだわからない部分もあるんですけれども、少なくともですね、いろんなサイトが立ち上がり、動きとして大きくなってきているという側面はあると思います。そういったですね、個々の人たちが、動画を配信していく、プラットフォームというのがですね、増えていって、そこで多くのゲームがですね、やはり配信されていって、最終的に多くの人たちがですね、より新しいゲームの魅力を知ってもらえるようになっていく、そういった流れがですね、一つこういった動画配信というのによってですね、できていくのではないかというところの期待はですね、やはり高いと思います。そういった意味でもですね、ちょっとぜひ一度皆さんもですね、こちらチェックしてみても面白いのではないでしょうか。こういった形でちょっとした、ニュースのような動画を、チャンネルで配信していたりもしますので、もしよろしければチャンネルの他の動画も見てみていただけると幸いです。どうもありがとうございます。